アイドル日本をご覧の皆様こんにちは、つんこです。今ですね、私は、DVD のロケで台湾に来ております。パチ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 。ですね、何ですか、おすすめのシーンですね、今年の夏初めて海に行ったんですけど、それが台湾でロケだったんで、すごい夏だなっていう感じがしてめちゃくちゃ暑かったので、頑張ったので見てほしいです。ですね、あと台湾に来てですね、とっても美味しい揚げドーナツみたいなのを食べます。ドーナツって揚げられてるもんそれがすごい美味しかったです。あと皆さんと一緒に夜市とかに行って、なんかあーだこうだと臭豆腐の匂いとか嗅いだりして、てんやわんやでしためちゃくちゃ楽しかったです。とってもおすすめな内容となっておりますので、ぜひ見てほしいです。以上、つんこでした。生中一番思い出に残ったことは、海の砂がめちゃくちゃ熱くてですね、なんかすごい駆け足で走ったりしたんですけど、足の裏がもう熱々になってあーってなりました撮影中一番楽しかったことですわ、ことですわって言っちゃったことは、撮影中一番楽しかったことは、今回たくさん衣装を着せてもらったんですけど、すごいもう可愛かったりセクシーだったり、いろんなものが着れて、すごい自分で写真とかをちょっと自撮りとかしても嬉しかったし、なんかみんな似合うねとか言ってくれてすごい嬉しかったです。オフの日の過ごし方はですね、私すごい服が好きなので、結構買い物に行くことが多いです。もういつも服ばっか買ってます。服とか靴とかばっかですね。どういう服かっていうと、結構メンズもののブランドが好きなので、私伊勢丹のメンズ館にめちゃくちゃ入り浸ってましてすっごいもうめっちゃ通ってます。あとは外にどうしても出たくなかったら、家でラジオ聞いたりアニメ見たりしてます。常にカバンの中に入ってる必要なものなんですけど、私はいつも携帯の充電器を持ってます。なんか結構すごい携帯使っちゃうのと、すごい携帯の電池がなくなることへの不安がなんかこうありすぎて、携帯の電池がこう減っていくたびにこうどんどん不安になっていくんで、いつでもそう復活できるように充電の何ですか、あれとケーブルとは絶対持ってます。座右の銘は適当ですねなんかきっちり物事やりたいんですけど、なんかまあ適当でもなんとかなるかなみたいな、そうキチキチしすぎてると心の余裕がなくなりすぎる時もあるので、もういいところで息抜けて自分の気持ちを軽くしたいので適当って感じですコスプレを始めたきっかけは、ずっとアニメとか漫画とか好きだったんですけど、たまたま大学時代ぐらいに友達になった子が一緒にコスプレをやらないかって誘ってくれて、それで初めて冬コミに行きました。今後挑戦してみたいことはですね、もうちょっとグラビアの仕事をいっぱいできたらなと思ってます。はい。それから、なんだろう、いろんなことをすっごい挑戦したいんですけど、何ができるかな。雑誌に載りたいですそれが一番はい、ここまでご覧になってくださった方ありがとうございます。 DVD はですね、たくさんのところに行ってですね、なんか辛い思いをしたり、めちゃくちゃ面白いことがあったり、あとは可愛い衣装、セクシーな衣装をたくさん着てですね頑張ったので、ぜひ興味のある方は見てください。ありがとうございました。